警察の人、聞き込み諦めたみたいだね。あ、出た。あれ？考える人の制作者。え？やっぱりくん？やっぱり？はい。サンタさんだ。なるほどくん、サンタさんに因縁つけられたよ。どういう世界？久しぶりだな。なるほど。なるほどくん、サンタさんに知り合いがいるの？いいな、出たずまるるか。い。いないよ。俺だよ、俺。わあ、新しい詐欺の人だ。やはり。何やってんだ、こんなところで。決まってんだろ。バイトだよ、バイト。まんじゅう売ってるんだよ。かずみとのデート、金がかかるからさ。またピーカツやってんのか。こいつ、まだ懲りてないみたいだな。いい人なんですね。迷いちゃんも単純だよな。かわいい。なるほど。この子、あんたの何なのさ。なんなのさって。私、あやさと迷いです。その妹です。大事な部分が抜けてありがる。とう。なるほどくんの妹みたいな。妹と？そうか。大変なんだな。なるほど。なんか感じ。こんな年頃の妹を養って、弁護士を。お姉ちゃんの妹は。いい話よな。聞いてない、やはり。よかったらこの記事くれないか？ああ、いいぜ。100万円で売ってやるよ。子供か、お前は。たら依頼料払えよ。まず、確かに。お前、依頼料もらってないよ。お前踏み倒してんだから。この湖で殺人があったんだよ。明日その裁判があるんだ。被告人はあの御剣玲二だ。なるほどくん。やっぱりさんが、御剣賢治のことを知ってるわけが。なるほど。ミツルギって、あの？そうだよ。あいつ、殺人事件の容疑者なんだ。そんな。やっぱりさん、御剣賢治のことを？知ってるよ、もちろん。俺たちのクラスメートだからな。小学校の頃の。盛大なネタバレ食らった。公式から。一体、生倉さんってどういう人なんですか？この男はな、あの事件の弁護をしたんじゃ。あの事件。DL6 号事件じゃ。DL6 号事件。聞いたことがあるような。覚えとけ。覚えておるのかの？覚えてないの？ 確か、千尋さんの事件の時に聞いた。いや、ちゃんと覚えた。でも、その事件が、御剣賢治と
何か関係があるんですか？何かどころじゃない。 DL6 号事件の被害者は三剣レイジの父親なんじゃよ。何ですって、お父さん？詳しいことは本人の口から聞いたまえ。 DL6 号事件、父が亡くなった事件だ。私の目の前でな。父は私の目の前で撃たれたのだ。実はその時の記憶ははっきりしない。私の心の中で固く閉ざされている。とにかく容疑者として一人の男が逮捕された。状況から考えて父を撃てたのはそいつだけだった。父の霊を呼び出した霊媒師も犯人はその男だと言っていた。そいつを弁護して無罪にしたのが生倉弁護士だ。今回の事件の被害者だな。そうだ。あの、その霊媒をしたの、私の母なんです。なんだって、君が？不思議なものだな。事件が終わろうという今になってこんなことに。事件が終わる？ DL6 号事件は15年前に起こった。15年前の12月28日だ。12月28日。あと3日で時効なのだよ。